東方配給で実写映画化が発表されていた6人の嘘つきな大学生のキャストが発表された。早稲田大学社会科学部の学生で洞察力に優れた主人公島伊織役に浜辺美波。浜辺演じる島と第二次面接で出会う立教大学経済学部の学生で、そのまっすぐな性格で6人の中のムードメーカーとなる畑野翔吾役を赤楚衛二が演じる。合わせて公開日が11月22日に決定したことも明らかになった。原作は2021年に刊行され、2022年本屋大賞ノミネートをはじめ様々なランキングを席巻、現在までに累計40万部を突破している朝倉明成氏による同名小説角川文庫。